どうも、こいこいです。はい、今日はですね、遺伝的アルゴリズムでシフト表を作ってみよう第5回ということでやってきます。今日やることはですね、各機能を関数化します。今までね、この第1回から第4回までずらーっとこう縦に、プログラム書いてきたんですけども、ちょっとさすがに、使いづらいので、一度ここで、関数化したいと思います。では早速やっていきましょう。前回のこれまとめですけど、これ一回一回もうほんとずらーっと並んでるんで、これを関数化していきましょうと、区分けしてね。で、これ第1回のコードです。Excel から読み込んで、ホリデーっていう休日数のテーブルと基礎のテーブルを取得するっていうところですよね。この希望給とかが入った。で、これをまずは、機能関数化しようと。で、リードエクセルっていう名前の関数にして、2つの変数を、手に入れるっていうような関数を作ります。なんで、じゃあこれやり方は、作り慣れてる人はこれもう当たり前だと思うんですけど、例えばここに、リードエクセルってこう入れてあげて、で、DEF ですよね。関数なんで DEF ってこう入れてあげて、DEF と。で、最後のところ、入れますと。で、インデント、字下げします。1個ずらしますと。で、こうやっていくと。で、今回は何もリードエクセルに渡してないんですけど、場合によってはこれ、エクセルのね、ファイル名を渡すとか、まあそういうこともありですと。まあ今回はちょっともう固定しちゃいます。もうこれのシートの2番から取ってくるってことは固定しちゃいますけど、ここはまあ好きに、後で変えられるってことですね。で、こんな感じでやりましたと。で、その関数式に入ってこれを計算してくれて、最後何を得たいかと。まあリターンですよね。リターン、何を最後返してほしいのっていうと、この基礎のテーブルと、ホリデーっていうテーブルですよね。で、こういう書き方をすると、関数として扱えるんですよ。で、リードエクセルって呼んであげると、ちゃんとリターンが2つあるんで、その基礎とホリデーに入ると。で、確認すると A が入ってますよね。希望級だけが入った、2が希望級なんでが入ったテーブルと、ホリデーっていう、休日数ですね。一人一人の休日数が入ってると。そしたらですね、その後は、第2回に、行きますと。で、第2回は今の、基礎とホリデーを渡して、この基礎のコピーですね、休日数を入れ込むと。この人は9日休み、8日休みってのを、入れてあげるっていう機能だったので、まあ、それをやると。で、こんな感じでファーストジェネってなってますけど、まあこれは第一世代を作る作業なんですよね。で、そこでしか使わないんで、まあファーストジェネっていう形にして、基礎とホリデーを渡して、基礎コピーを返すっていう関数にしますと。そしたら、じゃあこれを、まずはさっきと同じように、コピーして、上の方にコピペすると。で、関数化していくってことなんですよね。で、 DEF で、やると。で、また字下げはしていくんですけど、まあこういう風に、やっていくってことですね。で、一番下までやっていった後に、返すものは、リターンしたいものは今回は一つだけですよね。基礎のコピーが、返ってくればいいと。なんで、リターンで、基礎のコピーにしたいと。で、これだけですと。で、実行してあげると、実際に、帰ってきましたと。帰ってきましたよね。で、希望級以外にちゃんと1が、埋め込まれてるよっていう状況になりました。で、まあ、これが第一世代の1個体を作ったっていう感じですよね。じゃあですね、次は、3と 3.5 を、やっていきますと。で、これは休日数の修正をしていて、例えばこれ希望給があるから、一番上が11日休みが入っちゃってると。でも本当は9日なんだよと。じゃあ2個減らしたいねっていう、まあそういう修正をかけてるっていう機能ですよね。なのでそれをホリデーフィックスっていう、まあ名前にでもして、基礎コピーとホリデーを渡して、まあ変更された基礎コピーが戻ってくると、そういう関数ですね。で、一つだけちょっと変更したいとこがあって、この days、 1ヶ月の日数が第2回のところにしかなかったので、そうするとちょっと days をわざわざ変数を毎回渡すのも面倒だったんで、これだけちょっと変えます。この中に、days を、入れて、まあ、ここで days 使うんで、まあ、そのままそれで使うような、形に、変えたいと思います。で、あとは一緒ですね。これまあ返す答えも1個で、第2回とほぼやり方一緒で、こういう風に、やっていくってことですね。
で結構こういうのってめんどくさいなとか思うかもしれないですけど、こう何かを作るときって思わぬところで絶対につまずくんですよ。本だけ見てああ分かった分かったって感じでも実際に手を動かして書くともう至るところでつまずいてなんだなんだってなるんですよね。で逆にそれをやってああそういうことかって解決していくことで一番力がつくんで、まあ、なるべくこう簡単だなと思ったことも書いてみるっていうのはすごく、大事だと思いますね。はい、じゃあこれで、ホリディフィックスが、使えるはずですと。でやると修正、ちょっとここだとパッと見ねどこが変わったか見えないんですけど、まあちゃんと変わってるはずだっていうことですね、これでね。では最後4日目をですね、やっていくと。これまあスコアですよね。この点数つけてあげるとシフトに。まあそれで、エヴァリエーションファンクションみたいなものに、関数として登録すると。これまあ同じですよね。やり方一緒で、スコアを返すっていう感じなんですけど、ちょっと余談ですけど、私はこの遺伝的アルゴリズムを初めて見たときは、まあ本で見て、で、なんか巡回セールスマン問題をやっぱり最初に解かせるってことになるんですよ、よくね。で私はそれ見てパタって閉じたんですね。で全くその後触れなかったと。で何ヶ月かしてシフト表で使えるんじゃないかこれがって思った時にもう一回開いて、書いたんですね。それで3日ぐらいで仕上げたと。でやっぱりその何でしょうね、役に立つなと思うとやっぱり手が動くんですよ。でなんかつまんないなって、まあ巡回セールスマン問題がつまんないとか意味ないとは思わないんですけど、自分にとってなんかその時はうーんってものだとやっぱ手が動かないんですよね。なんでちょうどいい題材を自分にとってのを見つけてあげるっていうのは、すごく、大事だと思います。巡回セールスマン問題はあまりにも簡単すぎて何に 役に立てるかわからなくてやる気が出なかったと。逆にもう小難しすぎる遺伝的アルゴリズムの本を読むと難しくてなんか入っていけないと。ちょうど良かったんですね。私にとってシフト表を作るっていうのがちょうどいい難易度であり、できた後に役に立つっていうのがやっぱりね、これがモチベーションになるんで、皆さんにとってもこのちょうどいい題材を見つけて取り組むと急成長できると私は思います。喋ってるうちに、もうこれできちゃったんですけど、まあちゃんとここで評価ができるようになりましたと。で先ほどのね1行2行のやつを、まとめましたと。そうするとこれぐらいの行数で、ちゃんと、第一世代が評価できてるってとこまで、できるようになったと。でこれを、全体で、まとめましたと。でこれは本当に関数をひたすらさっきのやつをコピペして並べたと。で一番後ろも一応並べましたと。で次回以降はまあこの関数を読み込んだ後に、短い文章でこういう風に書いてい、こうかなと思っております。はい、本日は、ご視聴ありがとうございました。